あ。配信スタートしております。今日は東西線での予定です。大会前ということもあって人数結構多いですね。いやー今のサマーはなかなかあれよ。はい中5スおいーあそこは真空使ったら間に合わない時間なので生中ゴス真空ですね。機械さんには投げ前外から中ゴスやらないといけません。一歩外でガクガクってやって昇竜拳多分当たりますよ。こんばんは、あーターボーさんですね。
ね廃人あぜ。横浜9連敗まだロッテの半分だから。そこまで連敗してほしいね。はい、そろそろ、あ、森川に聞かないと分かんねえや、ごめん、言ってなかった、ちょっと見てみて、お、うねがえる勝利、同キャラで勝利、いいですね。今日はレジェンドも来てる、海外から来てる。サイレントスコープ来ちゃってるよ。どこでやってる？いないね。あ、いた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 。彼はすごいすごいいい髪。ゲリグラ。じゃあそろそろ今日は東西戦の予定です。はい。誰か来るとがあれば今のうちに教えてください。お、何やってダメです、ダメです。いや、ソニックあいつになるんで、これはね、Sバイソン有利ですよ。お、詐欺止め偉い、ちゃんと詐欺ってる。はい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 、置き攻めがないんですよね。おい、これ Sバイソン使いになった方がいいのでは。ガイルの殺し方を心得てるね。あ、店長了解、店長も来るって。よーし、じゃあそろそろ始めますかね。いやー、いい圧力。
次投げだよ。おお、いいかな。じゃあそろそろ締め切ろうかなと思います。よろしいでしょうか。まあね、あのこのキャラ死ぬときはゴミのように死ぬからね。じゃあ東西戦として始めちゃいましょう。26名13対13、なかなかいい人数ですね。あ、ベアさんは、ベアさんは向こう。出ます、うん、出ます。じゃあベアさん、
Thank you.
Walking! Walking!
Yeah!
さあそれではそろそろ始めていきましょう。これは配信台はサイレントスコープ VS 草。サイレントスコープ来ちゃってるの全然知らなかったよ。こいつは強えぜ。あーまあしょうがないね。はい、それではこれが 2P。 おりおりおり、始めるよー。はい、今日は東西戦ルールでございます。先方、春木春対ベアやりましょう。ベアさん、いや室さんじゃない、ベアさんぎ 2P 側先方です。最初の3人ぐらいは必ず来といてください。 1P 側が春木春、室、あ、いろは室の順です。 2P 側がベア、デレロー、ハイジンまで来といてください。さんが来る、どうしようかな。春木春ちょっと帰ったたらしいんでね。ワンピーがワンピーがうねくん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 、春木春帰ったたらしいんだ。帰ったたらしいからまあしょうがない。じゃあいろはさんからで、ねね、ムーさん何時くるくんの。あーじゃあダメだな。まあ一家も帰っちゃったんだからもう人数差ありますけど、これでやりましょう。はい、ではいろはさんが 1P 側先方、次ムーロウネまで来といてください。 2P 側がベアデレロハイジンの順です。あ、もう入れないでいいです。そうサイレントスコープいるんだよ。さあそれでは始めていきましょう。4月の23日スパツ、27日ですね、スパク X ス NVC2 ナンバと東西戦形式です。今日はいつも見ないメンバーがたくさんですね。先方はいろは DJ、 いろはさんは S ガイル時代かなり来てくれてましたけども、最近 DJ にキャラ変更。おお、いて、さあザンギ対 DJ、 難しいのはザンギ側。ザンギは難しいけどもかなり DJ にはいける組み合わせとなっております。いやいいですね、今のダブルアリでちょっと下がってスライディングを透かしたところまではいいが、うーん2発目のスライディング。さあスライディングはガードしちゃうと DJ 側有利というむちゃくちゃな技ですね。スライディングのくせに有利ですよ。なのでガードをしない。お、いいカラジャンスケで強でちゃんと入れて、しかし歩いて寄ったところにツナが置いてある。あれに対して透かして何かするか、ダイヤ足を置いておくがおすすめ。いい飛び、そしてスクリームで入る。ベアザンギが置いた、詰めるがここで2択を見せる。どうする、うわ届かない、ヤスラ対空になる。あーヤスラが重なって勝ったのはイロハ。さあデレロー、普通の東西戦です。はい、そして出てくるのはデレロ流、まあ、この2人はおそらく他のところでもあんまやってないのではないか。さあジャンプ強キック、おっといい飛びだったが間に合わず、ギリギリ間に合わず。さあしゃがみジャックパンからタクに行ったがここは返されて投げ返し、そして中ゴス、これはあーコンボミス、あと1ドット足りず。
しい。マシンガンコンボができるできないでは大違い。死ぬか死なないかというこのタグですね。 X はコンボ重要じゃないとか言われてますけども、重要です。殺せるときに殺せないやつを立ち回りで勝ってでも勝てません。おっとピオール、今度はしっかり。さあ配信からアドバイス、いいアドバイス。これはいい相模中キック対空だったが投げ受け身で OK。 やばいやばいやばい、勝利出ない。空対空にする。これは画面端きつい状態。飛びを三刀としてデレの勝利。ムロさん、ムロさん、さあ室さんがなぜか竜、まあ、何でも使うプレイヤーなんですけども、今の東大戦の視聴者の人は知らないんじゃないかと思いますが、この方あ南浦和勢でもともとホーク使い、 S ホークはどれぐらい強かったのかというと、まあ、焼き鳥と並ぶぐらいですね。うわー超うまいんですけど、今のシンク素晴らしいですね。さあ先ほど真空でひっくり返ってしまったので、今度は自分から攻めに行ったデレローだが誘われて端っこ、ゲージも室の方が多い状態。あ長州さんお願いします、ね。はい、よろしくお願いします。まあ、室くん最近また土曜来るようになりましたのかね。えバーサス、あそう2回目か、そうだな。さあ室くんはお梅室です。マミムメも室、書いてこい書いてこいな。 MURO前はニュートンにもよく来てたんですけど、最近ニュートン来なくなりましたね。あ、まあ、ビッグワンが流行ってますからね。しかし室ピンチ、おさあデレロ頑張る。メイキャラがマジで分かんないですよこの人。うわーデレロ頑張った3ポイントぐらい遅らせましたね今。そしてウネ、ウネがいる。長州さん、動物落とし今全員一なんですか。動物落とし全員一は鈴木です。え、鈴木さん、鈴木また変わったの。鈴木、鈴木の左の象の積み方が素晴らしいです鈴木象、象の鈴木です。象の鈴木なんか専門用語勘弁してほしいんですけど、動物落とし、俺のタイムライン上では世界で一番流行ってるスマホです、はい、これはいい先飛び、ちゃんと詐欺ってますよね。さあウネ君はおっと、しかしおっとゲージも回収、余計なことをする率がかなり減りましたよね。でもね動きはやっぱり軽や軽快なんですよね。おっと余計なことを、まあでも今のはボタンを押す。さあダブルで押す、そこは出していいと思いますね。昔はね出していいとこと出していいとこダメなところ区別はついてなかったんですけど、さすがにそろそろこのおっとしっかり。さあおお今のもいいですね。そうですね、なかなかあのタイミングで裏手入るタイミングでソニックをちゃんと打てるのは、うん、アデなんか絶対打てないですからね。あれまあ 2秒ぐらい遅いですからね彼は。うわっとこれはつい、余生今なんか止めそうでしたよね無理かな、スイちゃんできるかもな。うまい、ちょっとこれは
あーこれはたちょっとだけ高かった。投げて受け身がない。さあデデロいい動き、強くなってますよ。あーこれは痛い。ガクガクしすぎましたね。さあ取り返してウネペースになったか。おっと真空は溜まったはいいが、あーうまい、いい反応、めくり、めくり、ナイスガード、投げる、おーすんだ。いや今のめくりいったのが間違いですね。そうですね。さあ福山龍その後ヒートシマツモトサイレンスコープでーす。スーピーガーが廃人破天荒小手の順ですね。さあ福山デネロ3連勝ですか。はい今この2人同じぐらいの強さな気がしますよ。ほう福山さんがね、はい、伸び悩んでるところで廃人デレロ、デレロ福山、うん、その辺がちょっと抜け出してますね。だー詰められてんじゃないですか、まあ、その3人は一緒ぐらいですかね。いやいややっぱりちょっと福山さんが落ちた気がする。頑張ってください。僕次組むんですけど見ててね不安な要素しかないんですよ。まあまあまあ時々いい動きするんでね。そうですよ、まあ、セットプレイ的なとこがあるんですけど、いらんことをする。なぜ真空が溜まってるのにあんなことをするのか。残り体力見て竜巻勝利ですね今のは。いや真空重ねでいいんじゃない。真空重ね死亡死にかく取るのは前的にちょっと難しいかも。勝利で避けられても前詰めてれば確じゃない。いるかな。ちょっと早め重ねだったらいけますね。そうですね。さあ飛びが多いぞ福山。ちょっと気合が空回りしてるか。さっき飛んで殺されたぞ。おっと今の投げいいね。まあでも真空があるんでね。きたー。おっと福山が華麗に勝利。さあしかしデデロ3連勝かなり星を稼いだ。出てくるのは廃人。さあさっき比較に近いが使った廃人がここではい出てきました。まあでもやってる内容がちょっとねレベル高いですね廃人くんの方が。あそうなんですか。うん何でしょうちゃんと、はい、人になんでこうやってるのかって聞かれた時に答えられてるんですよ。おおそうなんですか、うん、それすごい重要じゃないですか。そうですかね。僕自分がやってることなんでやってるのって言われてあんまり答えられないですよ。だからダメなんですよなんとなくでもまああっとっとっとこの理由がない竜巻とかがっと今の昇竜の重ね方は真空確定だったよね。うーんなんなんですかね。なんでそうなったのかなんでそうなったのか早いですよ。だから逆に置き攻めしてる側がタイミングを選べるから遅らせたんじゃないですか。今のリバタ真空出せば確定だったでしょ福山君。昇竜ガードしちゃうとなんか遅くてそうか遅くて真空じゃん。後から後出し真空食らって死んだあからの投げられる。やはり廃人処理。そしてひとし松本。さあ6番手です。ひとし松本フェイロン。さあひとし松本キャミーは完全に捨ててます。そうですねもう忘れてますね。キャミー使いだったことを忘れました。まあこっちの方が強いですからね。まあまあ圧倒的に強いですね。だーおっと今の足見てから見てからの見てからだったら、まあ、見れますよねあれ。いや遅いし入れてれば見れるけど入れてればあそこでシンク入れようとはなかなか思わないですよね、うん、あのところで。さあ波動だけで処理される。当然さあこの組み合わせはうわっと周りの取り方がフェイロンの周りの取り方が大事ですね。そうなんですけど
これで一回波動をいい感じで避けないとダメ、もっといい感じで避けないと、もっといい感じで避けた上に寄ってからの、いや、もっといい感じで避けたらそれだけでもうそのフェイロ有利になる。あ、想像とかに波動拳垂直ジャンプされたら、はい、もう大ピンチだから、大ピンチそしてそれがうまいんですよね。ああいうそのなんだろう、体ジャンプして踏まなかったじゃないですか、はい、うん、あれはもうダメなんですよ。なるほど、もっとあの着地全然のパンチ出したらちっちゃくなるじゃないですか、はい、あれでよける。パンチを出すことによって当たらないぐらいじゃないとダメ。あ、普通に飛んでると当たるけどパンチ出したから当たりませんでしたみたいな感じで、なるほどね、されるとつらい、ほんまつらい。あれ遠距離で弱波動打つ意味あります？え、あるよ。でもその後ピンチになるかもしれないじゃないですか。そうそうそう、なるけど大波動はな別にバイ波動バックダウンされても結構危なかったりするんで。 あ、出てきましたよサイレントスコープ。いつの間に日本に来てたんだ。そうですね、結構外人さんがなぜかゴールデンウィークに合わせていっぱいやってってるっていう、うん、こいつは強えぞ。そうですね、いい動きをするキャミーですね。はい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 、いいよ。そう、見えないとかって言ってますけどキャミーのめくりはガードしようとしちゃダメですねっていうか、あの今逆めくりだったんで後ろ入れてればスカリマン、前入れてればスカリマン、逆めくりだろうが、そう、正常めくりだろうが基本的にしゃがめばスカるんで竜だったらさらに竜巻もありますからね。ガードはないですよね。ガードはない、しゃがんでギリ立ちで、まあ、うん、前歩くかなんかね、スカッシュを狙うか、まあ、逆ガードになれば、まあ、それはそれでっていう感じでやって見ようとするものじゃないですよね。見てガードとかっていうのはもう、さあやはりさすがの動き、さあ破天荒、あ、そうです、破天荒さんもさっきの3人と同じぐらいのレベルになってるんですかね。うん、まあ、あの団子ご兄弟ぐらいの。さあしかし破天荒さんは見えてる時の勝利マジで出ますよ。相当根元ですからね。破天荒さん前は東大戦で 大活躍しましたよね確か。うん、その前もニュートンで結構活躍してたんですよ。なるほど、闘魂藤沼を抜いてましたからね。へえ、さあどうする、こっから腕の見せ所、フーリガン入る、アッパーでフーリガンを待つ。うわ、いい波動です。タイミングが見づらかったですね今のは。やはりサイレントスコープ動きがいいが、さあこれは竜が強いんだよこれ。あっと、これは竜おいしいが下がっちゃいましたね。いや、まあいいんじゃないですかね。ちょっと近すぎて波動打ちづらいところがあったんで、うん、ああなるほど、フーリガン2回やってますからね。パシンク悪くないですね今の使い方。あ、はい、やり直すと。さあそうですね、これで、まあ、ちょっと我慢して、そうですね、フーリガンも我慢したかったですね。さあそうですね、あれあんな感じですね。ちょっと起き上がった瞬間だけはしゃがんでおいて、うん、次のフレームは立つみたいな感じでやれば、スカるかガードするかみたいな感じになるんで。さあペコ竜ですね、竜ばっかですね本当。さあペコ今日はなぜか竜、さあなぜか竜、本当なぜか竜ですね。しかも昔こいつはなんか竜の時はなんか変な違う名前で出てたような気がするんですけどなんて名前だっけ、ブルーレット置くだけですね。ああ、ブルーレット置くだけ、しかも色ももう置くだけでも何でもないですよね。はい、飽きたんかな。よく覚えてたな、しかしブルーレットオフだけ。さあシンク、これはどうなんですかね、見てからできるのかな。ペコスケの方ができそうではありますね。そうですね、おっと、あ、結構ね、今しっかり数えてるんですよね。端っかかったからね、あれ関係なく当たることありますんで。これさ、これ我慢ですよ。おー、打った、
まあ前歩いてたんでね、シンクは来ないっていう、はい、ちゃんと見てからボタン押してるんだったら偉いですよね。本当かって言いたくなるんですね。ブルーレッド奥だけです。レッド奥だけ、レッドブルーレッド奥だけっていうのは外人さん知らないですかね。絶対知らないですよ。登り蹴り大会、さあこれはいい勝負。さあ昇竜で受けることで、シンク溜まった、いい詰め方だったが、そうですね、これ溜めたいですね。まあ無理して溜める必要はないんですけど、そうですね、これでもうあと1回波動で止まりますね。あと1回、今のダイヤシやばりましたね。あそこ真空ポイントですよ。さあこれは、はい、あ、真空数えてねえとこ、今のは昇竜拳抜けようとして食らった、抜け損ないですね。あ、福山さん上手くなってますね、やっぱり。違う違う、破天荒さん、あ、福山さんじゃ、破天荒さん、失礼、大変失礼いたしました。俺を福山と間違えるなと、そんなことは果てこない。スカイガイルがこんなとこいますよ。これはね、早いです。まあ、不安定感があるんで売りですから、コロッと負けるありえますよ。さあ、竜巻、中竜巻から始まる。そうですけど、まあ、ガイル流破天荒さんはガイル戦はやってないんじゃないかな、どうなんだろう。まあ強いガイル戦っていうのがね、まあ、違うもんですからね。おっと、東洋戦はね、結構でもガイルいっぱいいるんで、ほう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 、できる環境ではあるんですけど、まあ、さっきのウネ君も東洋戦ですし、カネコも東洋戦ですし、あ、そうですね、式もなんだかんだガイル結構使うんでね。式ガイルね、伝説のね、式ガイルね、この間ちょっとやったけどめちゃめちゃ弱かったですね。その後すぐバイソンに変わりましたからね。バイソンはめちゃめちゃ強かった。うわ、ボコボコされ、ガイルはもうソニック出てなかったからね。なるほど、ガイルソニック出ないくせにバイソンのグラウンド失敗しねえんだよね、意味が分からない。最速ですよあの人は。おっと、さあ、おっと、これはた、まあ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 、まあ、お、受け身ないぞ、撫で返しの機会が受け身がない。これは、はい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 、破天荒、これはありますよ。今度の 5-on-5 はやーべー、これやばい、あー、めくりは竜巻じゃない方がおすすめ。うまうまい、うわー惜しい、あー出なかった、いや狙いは良かった。中小竜投げ返していくな、これはまあまあまあ、機械の動きがあんまり良くないですね、正直。何も変わんないです。まあ、機械さんいつも通りの機械さんです。あ、いいですね、今飛び。さあ、真空を貯めたいのか。ここから真空はちょっと欲張りか。おっと、今、シャガチューは、機械ですか、今絶対打たないとダメな、シャガチュー。そうですね。あれができないと、竜が小竜巻してるだけで勝てます。さあ、真空。おーおーおー、今のは真空打てば危ないとこでしたね。削り削り削りで時間取って体力逆転まではいけましたね。勝ち確ではないんですけど、歩いてダブルサマー、うん、そう、ここで歩いてダブルサマーガードしに行くのも強いかなと思うんで、あ、入れなくていい、真空が普通に打っちゃいいんじゃないの、あれ真空の後、あ、真空の後、うんうん、真空の後を歩いてってダイヤ下に一丁でいいんじゃないの。でも殺せなそうですよ。え、真空の時点で体力弱点してるから、あと9、あ、ダイヤ波動、波動か、ダイヤ波動で時間かかって、あとはパックダックダックみたいな。なるほど。さあ、コテサガットです。皇帝くん、名前が変わってコテになったけど、小手くんはガイル戦はいっぱいやってるんで自信があるというのはずですが、いやあんまやってないらしいですよ。そうなの、うん、もう忘れた、いや、じゃなくてもともとあんまやってないらしいですよ。本当にもともとやってなかったのに、クラッシュとあれやったの、そう、八重さんを殺したんですよ。小物道をやったの、小物道をとにいてもいっぱいやってるはずだよ、あの時は。確かに、でも本人はそのいつもやってるのはロン君とかなので、流線がやりたいって言って最初始まったんですよね。うまっ、わー、まくられたが、
何やってんだこいつら。はい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 、やっぱり不安定じゃないですか。意味わかんねえんだけどな。安定して安定した不安定感ですね。弱点、体力弱点してさ、もう逃げ切りかなと思った段階で入れ飛んでんね、3回ぐらい入れ替わりましたからね。おかしいよね。タイガーソット食らうし、だでも下がった線はね、ちょっと忘れてるとむずいとこありますんで、まあ、確かにね。おっと小手下がっとが、うわー踏まされる、体力逆転できず。機械さん、カイさん、お、ダメダメダメ。どうやって逆転するんやろお前。逆転する気ねえだろこいつ。機械雑魚死。雑魚死というかね、勝つ気が勝つ気持ちが見られなかったね。さあアゼガエルが見せてくれますから。そうだね。機械見とけと。これがガエル戦だとアゼが言ってましたね。エクサ優勝してますから、ガイル坂田大好きですからね。アゼ、さあアゼガイルの小手戦。アゼの方が機械より後ろなんですね。これ並べた人は偉い。選べもう、あのウネ君の眼力が素晴らしいということですね。アミネ君視点ではアゼの方が光より強いんだ。でもアゼ君の方がいいですよ。確かに。おっと、しかし、うわー、いって、うわー、いって、あー、ビヨるよね、そりゃ投げるよ。お、投げる、タスコ効く。アゼガイル、さすが。これね、ガイルは陣取り負けちゃダメですから。ガード、あれね、タイガー1回ガードして2回目で消すっていうのをずっとやるんですよね。すげー削れていくんですけど、はい、それでも勝てるぐらいの体力差を結構取れるんですよね。そうですね、アゼ中の先端の使い方やっぱ上手いですね。これですよ、この無理せず2回に1回です。はい、無理しやがった。おっと、あ、埋まってない、埋まってないので大ピンチ。さあ福田ハス対ジョンチョイ、思い出せ。うわー、これは機械越え来ましたね。機械がさっきの動きはひどすぎたんですよね。マキリマキリ、もらってもいいけどね。次モミオクロッチ来といてください。ワンピーガーがバイパーグッチです。さあジャジャン、さあジャジャンが黄緑ですよ。アゼ牽制うまいんでね。そうなんですよね、うまいとこ見せてほしいですよね。ノーダメージ、サバうまい、しっかりですよ。あそこね、機械とか結構リュータッパ出すんですけどね。溜まってんのに、うまいぞ。あ、今のワンガードもいいですよね。いいですね、ノーガードで見てて立ってると見せかけて、波動にはしっかり中足が取れる場合にいるっていう。うわ、今のワンガードしたらよくわかんないよ、ね、これはかなりめんどくさい。いやいやいや、あの2回に1回消すモード入りましたね。あとは守ってるだけでいいもんと。うわー、出っ歯だったら、あーあああ、全部食らった1回目でやれよ。さあ負けにねじ込んで勝ったが、内容はかなり負けていた。まあ内容勝てる組み合わせじゃないですからねこれ。あー、いい金チェック。そしてこれはダメだ、上が通らない。先ほどから竜巻3回当たってるが、それしかダメージになっていない。ゲージもないので、お、これはダブルサマーがあるから無理できない。
ダンブル様は多分出さないですね、彼は。結構出すよ。お、何もできず。さあ、アゼが2連勝。モミオモミオ来たよ。モミオ、チームメイトモミオ。さあ、どっちが強いんだ。ちなみにモミオ対アゼは大体モミオが勝ってます。ストバックモミオ。ああ死んだか。今の飛び絶妙ですね。あ、死んだ臭いな。で、あっと、いいのぐわし。まあ、これで画面端追い詰められるまでどれだけ削れるかですよね。そうですね、削りだけでもやっぱこのゲーム削り減るからあるんですよね。ああ、ソニック出てましたね。サンマ溜まってない今の。だー、ミネソバ中足でサンマって溜まる、はい、溜まんないっす、ね、微妙に溜まんないっす。さあ、ザクザクスクリューで数を稼いでいる。予定通り死んでましたね。点数稼ぎですね。さあ、首を稼げる。バイパーホーク。首を稼げる。なんでガエルでこんなに弱いんだこいつみたいな。首の稼げ方ですよね。バイパーさん。全然ダメ。ダメ出しきましたね。あんだけ牽制うまかったのに。そしてどっちが有利なのかよくわかんない組み合わせ。フォークザンギ。これザンギでしょう。フォアを、うん、結局投げ回りじゃないですか。結構あのコンドルがめんどくさいと思うんだけど、ね、まあそれはあります。コンドルもね、あの生飛びもタッチコキックで落ちるところがあるんで、リードした後に、はい、フォークの方が逆転しやすいと思うんですよね。ああ、さすがバイパー。気がついてみたらパーフェクト、えらい点数が入ってる。あー、開幕飛びから回されて、さあ、あれもね、リバータースクリュー投げ返せるんですけど、本回二度飛びしてると死ぬんで、はい、そうっすね、怖いんですよね。いや、実は死なないんですよ。いや、死ぬよ。いや、めくっくりからフール入らないんで。ジャンプダイパーが入るんだって、あのスクリュースカリにボディ、ボディ、ダイパーが入る。ジャンプ強パン、ジャンプ強パン、コパン4が入ってコパン4か。ああ、そうなんだ。ジャンプ強パンだったら確かにいけるわ。おっとー、うーわ。さあ、バイパーさんはザンギ戦がかなり嫌いなんですよね。バイパーで基本的に嫌いな組み合わせばっかりなんで相当好き嫌いありますよ。セロリ、人参、その辺全部ダメですね。フランカとかね、バイソンとかも嫌いですからね。バイソンもね。うわー、回された。さあ、ここでクロッチ。あ、そしてバイパーの嫌いな組み合わせにその2フランカ。クロッチさんは地上戦めちゃくちゃうまいんですけど、でもね、勝負めちゃめちゃしちゃうんで、そこが穴になるかなと。まあ、この組み合わせは勝負する必要がない組み合わせですからね。あれ、沼さんもいるぞ。さあ、バイパーが、まずはバイパーチョップから、ブロッチ、ブランカ、ハウェイ。はい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 。やっぱ勝負しましたね。余計なことしに行く。でもね、ここはいいとこなんですよ。待ってちゃ勝てない組み合わせには、では本当にうまいですよ。待ってて勝てる組み合わせなんですよ。相手をイラつかせる。まあ、これはキャラ差相当ありますからね。7-3から8-2ぐらいだとは思います。バックステップが強いですよね。バックステむちゃくちゃっすよね。おっと、物資が相打ちになるが問題ない。あーお、前飛んでいく。おっと、しゃがみジャックパンで止まんないならあれで落とす。結局フォークはめるキャラなんですけど、はい、はまんないんですよね。はまんないっていうのはね。うおっ、
これはいけない、枠捨て、そして別中、これは無理、クロッチ勝利。クロッチさん色変えたんですか。変わった、ボーナスカラー。もともと何色だったんだ。ダクパン、ダクパンってどんな色だった。さあグッチリュウですね。あ、グッチリュウのブランカ戦はダイゴスしたいだけなんでそれがね、また返し方が分かんねえんだ。あれローリングが負けるんですよ、バクステが追いつかれるんですよ。多分多分、いや神前外なんですよ。なんでもうね、バーチカルじゃないかなと思ってて、あとはスイジャン、スイジャンしたら3段入りそうじゃないですか。どうだろうな、入るのかな、あくぐっちゃいそうな気がするけど。昇竜拳、これは新規数ですね。まあ本当に死にかく、ブランカスパコンが弱いのがまた弱点の一つ。さあブランカ竜は対空がちゃんと出れば竜有利だと思いますが、対空がちょっとでも失敗するとブランカ有利もあるんだからこの地上戦のうまさがこじ開けるまでが遠いのが竜戦。さあ地上のプレッシャーが強ければ強いほど上が出にくくなるんですけど、うわっと今のボタン押してたかな。どれだけ地上を意識でさせられるかですよね。そうですね、飛びから3段入るぐらいまで意識させられれば最高ですね。さあテイタルシム、なかなかね、でもそこまで地上戦に意識させるほどブランカの地上が強いかっていうと、うん結局ファイヤー波動で終わりですからね。さあテイタルシム、ここで本田ステージに行こう。まあ、ダルシム対リュウ、ダルシム圧倒的有利みたいに言われてた時代はもう終わってると思います。結構いい勝負だよね。ダルシムあんま強くないと思うんだけどね。うん、まあ強いは強いです。まあ、強いは強いんだけども、4強落ちですよこいつは。 DJ に4強の名奪われてますあ、いやバイソンの方が先に奪われましたね。そうだね、3強だってね、3強ってか1強2強みたいな感じで、バルログ1強で、バルログ1強、チュンリー DJ みたいな感じだと思ったんですけど、チュンリー DJ、 そこにこの次にはダルシムバイソン、ダルシムバイソンかな。でも竜よりは強いからな、竜もそこくらいにいるじゃないよ。竜強いよ、竜は強いけども、もうまいバイソンよりは弱いですね。竜ホンダガエルとかその辺だと思うけど、うん、あとヘイロンもそのくらいあると思うけどね。僕はね、ガイルはちょっとしたかなとまだ言ってますけど、あうまいな、グッチうまいな。今のテさんは頭悪くないわ。俺かどなたかマイクいらっしゃいませんか。お、いう。さあグッチ対長州、うねくんよろしくお願いします。小手くんにマイクやってよって言われたら小手くんに押されました小手くんはね、やりたがりじゃない。全然喋ってくれたことあるけどね。そうですよね、うん、積極的にね。はい、さあ長州さんとグッチさんですね。はい、昔からよく対戦している2人です。あ、やっぱそうなんですか。まあ同じぐらいの実力でずっと、はい、このお互いがこうちょっとずつ上がって、うん、未だに。さあちょおい変なクソがよちょっとねえだろ。ちょっと今のはちょっとあれじゃないですか。いやいやいやなかなかひどい褒めようと思った瞬間ですからねタイミングが悪かった。タイミング悪かった、タイミングが悪かった今のもねうまい、ほらうまいとこうまいんですよ。うまいことにはうまい、うまいとこは本当にうまいです。の長州さんのオリジナルの連携とか、あ、やっぱあるそういうね、開発力とかが非常に高いですよ。すごいですね。あ、今の逃げ出し方もいいですよ。連キャンジャンプで竜巻ちょっぱや、あーあーあしかしグッチ、ああファイヤーでグッチさんね、こういう勝ち方をするとすっげー嬉しそうにするんですよいや実際近距離ファイヤー波動はもう鬼強ですからね。今ね真空を持った状態で
使わねえで殺そうみたいな、うん、そういうニヤつきですね。うまい、うまい、一文字ピヨンないぞ。さあ、あっ、あっ、これはやや気まずい、気まずすぎる、すみませんここで打つんだイラつきますね今のは。グッチ3連勝、グッチさん、グリグラ、いやグッチさん強いな、強いっすよ。もう焼き鳥闘魂来といてください。でグルイグラが出てきて、その後が鈴木ツノッピの順です。はい、さあリュウフェイロン、リュウフェイロン、フェイロンめっちゃきつくないですかこれ。なんかフェイロンめっちゃきついやり方をしてます。これがうまい、この前、この前やっぱつん、あーあー今繋がんないとこですね。うわー、ワンチャンス、この前この前あの前の強波動、なるほど、あれがもうマジできついんですよ。さあ、うまーい、しっかり見ている。そしてシーン燃やした、劣化で寄って、しかし投げ返される。そうですね、やっぱりホンダステージ取るのもあって見やすいのかな。見やすいですよね、お互い見やすい。おっと引っ掛けた、あーダメか、竜巻投げ、マジうまいな。さあグッチ止まらず、鈴木ザンギ、鈴木さんです。その後角さん、角さん来ていてください。違う違う違う、ツノッピ、ツノッピ来ておいてください。この後です。さあ、さあ鈴木ザンギ黒いぞ。あ、なんかあれ、なんか黒いですね、キャラ替え、キャラ替え、キャラ替えなの、色替え。ザンギって昔からあの結構人気キャラなので、はい、黄色以外はいっぱいいたんですよ。なんで黄色じゃないですか。黄色はね、いなかったんですよ。でその中で鈴木ザンギが黄色だった、もう超新星のように、うまーい、バレバレ、ここで昇竜、えらい昇竜拳、ちょっと悩ますね今のは。さあ寄れるか、うわ見てから、やばい、あー、うわ裏にいた、うわめくり竜巻、あれは嫌ですよね本当に、うん、あれはまあ見てからしゃがみジャックパンで落ちれば別いいんですけども、はい、あそこに行っちゃってたらダブラリしかないですね。うまい、影縫いスクリュー、そして奥攻めは、あ、一歩歩いたが台足が先に出ている、ダブラリヒット、うおいっと、俺はサボらねえ、ファイナルアナイクバッサー、珍しいですね、決まった、花がある。鈴木さんファイナルやらないので有名なんですけど、あ、そう、別にできるんですけどやらないですね。へえ、しかしよく出ますねこれ。いやー、鈴木ザンギの一回こけたら先ほどのプレッシャーありますからね。さあここからが波動食らって、まだ五分、まだザンギに体力余裕あるので、はい、読み合い回数を増やせる。それを龍は、うわっ、うわっ、これはさすがに食らっている、ダイヤチャイジ焦がしてる、うわっ、過ぎた、前飛び通る、焼き鳥、いやー、あー、またザンギホークか。のあと闘魂さんね、オッケー、ガイル、バイソン、チュンリ、さあ星は並んでおります。並んでますね。あ、違う、鈴木一歩リード、一歩リードってか、ここで焼き鳥フォーク、なんでここに置いたんだろうねちょっとね、なんか相手のね、キャラクターの読みが分からない、読みが分からなかった、そう、どこに入れようか。さあ焼き鳥リード、さあ、うわー、あの場合で届いちゃう、
うわっと迷ったけどバックジャンプ、うまい、やばい、あー飛んできた、前飛び、しかもボディってことは早出し行く読みですね。さあまず1本取っていったのは焼き鳥さん、ザンギの空対空ってほとんど見ないっすよね確かに全然見ないっすよね絶対できない。さあじわりじわりと画面端に歩み寄っていくが、ここでリバサトマホ歩き台風、さあこれはうわっしっかりはめていく、強えよ強い。さあツノピー、はい、これで並ぶ森会長、森会長次です、来といてください、いらっしゃい。さあ、ツノピがいる、はい、行きました。これ無理じゃねえと言いながら席に着きましたが、まあ、角さんはね、そういうところを、はい、数々の逆転劇で今までやっている人なので。なるほど、しかしサマーがスカって、これはめくり食らって、前飛び、しかもめくって、これは美味しいですね、砂のずに済んだ。でもまあ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 、今のは寄りすぎましたね。いや、なんかもうソニック打てないっすよ。はい、打ってる場合じゃないですよ、あそこは本当にガイルホーク難しい。さあ、アゼチュー連発、おっと、いいスタブ入った。さあまあ、これは美味しい、これはめくりにいかない、あはぁやりたすぎる、やばいやばい、当たらない、あダメージ勝ちしてるのはホーク、おお空中強キック、おーい、これで中足中足、いやー完全に置いていた。森さん、森会長、森会長いますか。森会長さん、あれあれいない、あいた、出番です、バイソンホーク来たわ。おっしょい勝手にエントリー、名前を見たら自動エントリーがバーサスのシステムなんで大西くんも入ってるからね。大西くんいる、大丈夫、見当たらない、いないはまずいな。さあやってまいりました、森会長さんの、森会長、はい、めちゃめちゃ古いプレイヤーです、子さん、めちゃめちゃ古いです。あー今の弾きじゃなくって起き上がりに話してるだけですね。へえ、これバイパーさんとか開幕やってくるんですよでそうすると開幕終わってやるじゃないですか、ムーンって言って即死するんですよ、はい、あれやべえ、もうさっさと殺すってさあこれが近代一卒、はい、転んだら死ぬんですわ。いやー、しっかり、いいスポーツですねこれね、うまーいうまーいさあこうなると、はい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 、草チュンリー、チュンリー、大西さんいないか、大西くんいない、いないの困るな、代打は、じゃあ2階、2階さんいるんだ、はい、逆側にいるから、じゃあもう飛ばす、さあ草ツンリー、ここは踏ん張りどころ、あーあーいきなりハメ、焼き鳥さんハメは汚い。さあリバサが虚しくも落とされる、バカ野郎やって言いました今。さあちょっと3枚ぐらい上着を脱いで本気を出してもらいたいまあ今日は寒かったですからね、だいぶ。さあ焼き鳥は強いっつーか、もう危ねえさあ投げ受け身とって歩いて台足やってましたから、何読みだろう、いいよっ、うん、これも投げる、いいよっ、投げ受け身の後歩いてきますね、超怖いな、あーまだ大丈夫、うわーこれはやばい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 、おっと OK、 さあいろんなことが起こるが、草チュンリーリード、あっあっ、これは
ための時間が。ナイス、よくなさ。さあ、おー、これは食らう。さあ、お互い両者一本取ったか。 This hawk is beasting。 ん？獣っぽい。獣っぽい。いや、ほんと獣ですよ、このホークは。もう焼いてる獣ですからね。焼き鳥ホーク is beasting。 うわー、空対空できず。いい元キックですね。そして詐欺飛びちゃんと知ってり。はい。あー、まあ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 、端っこでこけるよりは早めに出した方がマシですね。さあ、これはチュンリーの前、どう寄る。チュンリーどう寄るですよね。お見事、ナイス対応。バックジャンプ。さあ、闘魂チュンリー同キャラさんです。お、来た闘魂さん。わーい、これ負けんだって。いや、こういうのに弱い。さあ、来ました。さあ、闘魂チュンリー。はい、闘魂さんのチュンリーですね。チュンリー同キャラ戦。はい、大西くんはなしで、はい、金子ガエルが代打で入ります。金子さん、はい。さあ、まあ強キャラ同士の戦いですが、これ当たる。おお、投げる。踏みつけ。あ、そっか、あと一発で死ぬんであればあれは強いですね。踏んづけて逃げるじゃないですか、はいはい、空中じゃないと落とせないから死にはしないですね。あれやっぱ空中じゃないとダメなんですね。空中じゃないとダメです。あの着地の隙なくなるんで。きつ。さあ、ゲージのため合い、そして戦列の不足が始まる。いや、いきなり出してきましたね、今ね。ああいうところに出されると本当わからないです。そうなんですよ。出し惜しい。あー、うまーい。これは誘われましたね。さあ、草2連勝。金子がいる。草さん強い。しかしここで現れたのは金子さんのガエル。金子並びましたね、これで。いい読みだったね、確かに。ナイスリード。さあ、金子さん最近ガエルのメインカラーを変えた。あ、そうなんだ。だってもうほら、黒いじゃないですか。これがメインになったの。だからでも、のじ合いでもなんか結構黒いガエルになってる。ほー。でも、てかこういう大会で出るときって絶対メインカラーじゃないですか。まあそうっすよね。うん。さあ、裏剣うまい。ソニック回転速い。うわー、うわー、小高スペシャル。戦列なるきに裏剣が先に出てくるのは熱い。あっ、しかしこれはあと一発で死ぬ圏内だが、ギリたまるぞこれ。油断ができない。あっ、ちょっと気まずい。うわー、中足相打ち。いい中足。いや、金子ガエルやっぱね、どっしりしてるんですよ。甘えてますよね。もう甘えてるし、間合いを作って相手に先に動かしてからっていうのをね、ほんと頑張って。あー、ふざけんなる。あれ、しゃがみ中足を蹴ってるんですよね、あれね。そうです。で、今トルネリーナイス反応したんですけど、おジャンプ中盤だったから落ちなかったですね。落ちなかったですね。一歩負けしましたね、今ね。あ、これやばいやつ。踏みつけ多めですね、今日は。しかし踏みつけいいね。うん、強い強い強い。踏みつけのこの使いようの良さ半端ないが。ナイスサマー。投げ、投げサマーでしょう、今のは。さあ、ここから詰めていく。トルネディしっかり。あっ と, っと、これはソニック出ないか。ちょっと回転が鈍ったが、相手は投げるかね。神髄投げです。いや、しかし飛んでる。いい飛び。さあ、よしよし。どうなる。これは、はい、これはまた金子ペースですね。はい、対空して。ああ、うまい。前そばでシュミリッシュ。いやー、強いな。誰かマイク頼んまーす。熱い2回転さんか。さあ、続いて現れたのは
2回転さんのバイソン来ましたね。さあしかし金子さんはここ最近かなりバイソン戦やり込んでいる。さあしかもこの投げの連携はね本当に抜け出せないんですよね。さあうまい、ノイボーがよく刺さる。この試合はもう完全に2回転さんのペース、これも通らない。しかしだんだんと体力差を詰めていってるぞ。パンパクからのスパコンで削り KO。 さあ金子さんもねやっぱりねバイソンの対してその体力の取り方をですねかなり知り尽くしている、まあ、かなり練習してきたのでさすがといったところだが、バイソンの火力もやっぱりバカにならない。しかし前そばで固めているがグランドで、うわちょっと待って、掴み、いやーこれは痛い。グランドが刺さる。勝ったのは2回転さん、強いな。さあ店長さんいますね。友澤さんと黒岩ンさん次なので拾ってください。さあ店長さんの竜ですね。さあめくり竜巻見えない。さあ中央シャドウ、この画面端なかなか抜け出せない。さあちょっと置いていい感じの、おっとしかし台足使いましたね。さあ店長さんの波動拳の打ち方かなりねうまいんですよね。さあこれ投げ減らない、減らねえな。さあちょっと逃げて間合いをたっぷり使って立ち回っていってますよね。さあ真空ちょっと待って、波動拳これはガードして時間ももうない。あっとこれは間にさ時間使って、うおーしっかり時間ギリギリまでちゃんとやってきましたね。しっかり画面を見ていた。さあこれは波動拳、さあ大足からこのバイソンの連携、ダッシュアッパーで寄るけど落とす、うわ落とす、これは抜け出せない。さあいい勝負になってまいりましたが開幕はだんまり。さあこれはまた先ほどのバイソンの前になってきた。さあ大足後傾化してる。さあこれは1ラウンド目の波動拳の前。さあお互いスパコンがたまる。さあパッ、あーめくりが入って4ヒット、これは手痛い。さあほっパンパグランドこれを投げる勝ったのは店長さん。いやマジ今のはちょっとマジでしたね今ね。さあ嘘でしょ、うん、あんまりね信じたくないですね。まあでも結構なんかもう技振ってたんで入っちゃってたんですかね。グランドアップをしたらぴったりでした。あれちょっと待ってください。さあ大将戦の前黒岩さんが入ってちょボタントラブルが出たので少々お待ちください。スタートボタン、なんか不吉な予感がボタントラブルで今ちょっと対処中なので少々お待ちください。スタートボタン、スタートボタンが抜けちゃったらしい
か不吉な予感がしますね。もうあと 2P 側最後の一人なんですが、でもまあ 1P 側もなんだかんだで店長さんと友澤さんしかいないの で、ね、すげえな、よくもつれたな。俺絶対勝てると思ったんだけどななんかキャラクターをポテ君と選んでる時に、ああポテ君があまりにもそのえこの人いたの、えこの人いたのってめっちゃなってたんで、あこいつ見えてねえなってことで、なるほど絶対勝っただろうって思ったんですけどね、なかなかもつれた。さあ最後のこれは大将黒いワンですね。はい、なんと 2P 側大将、そして 1P 側は友座大将で残っている。はい、どっちも地獄さあ、まあ、龍対本田は、はい、まあ、もちろん龍有利なんですけども、まあ、もちろんローンですね。うまいんですよ、このこの、ああ今の運がいい。しかし、あ、しかしこれ、通す黒いワンの流線、マジでうまいですからね。はい、完全もう道義キラーなんで、この前もしっかりね、はい、何も出さないっすね。どうせ飛んでくんだろうとびっくり待ってますからね。いや本当に波動拳一回避けただけでこんなペースになっている。はい、あーうわー高め大足、大足店長気合のバックジャンプ。いやでも最後の大足は気合入りすぎでは。そうっすねうわふざけてる。あそこは普通にスカル間合いっぽかったんですけど、うわ落とす、うわー店長さん勝って、おっと対空 2P なのに、はい、珍しく出ない。しかし飛びがうまい。はい、これは空ジャンプちゃんと勝利で落とす、生んでしまう。さあ波動拳でなんとか寄れるか。うわー対空真空さんヒット、あけぼのフィニッシュ、締めたのは店長、 1P 優勝、ワンピー優勝、やったー。さあ友澤部が残す一人なのでエキシビション出てもらいましょう。さあここからエキシビションマッチ、ゆうべがわーステージはバンログ、ステージが3倍速になった。はい、さあ友澤部がは、はい、最近まあ本当に強くなったプレイヤーの一人ですが、間違いないですねさあよく飛ぶ店長の経験値、青これは投げる、下げ飛びから削って、おっと前飛びしてる、嘘でしょ。店長めくりと言われるベガ戦のめくりですね、はい、あれがマジで見えない即死するという。さあしかし下げ飛び、こっからは友田さんのペース上りバック、バレトンじゃボケという感じですね。そうですね、はい、バレトンじゃボケといった感じですね。この友田さんの、うわ、なんだ今の、あ、今のはネックプレスですね。あれになると、あぶねぇ投げるの友田、これはおいぴ、おっと、しかし、ただではしなんぞ、投げる、暴れが強しね、うますぎる、ナイトメア、すえぇ完全に友田最強、完全に固めていった。さあ、というわけで、はい、皆様参加ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエーイ。じゃあね、今日せっかく遠くから来てるからサイレントスコープ遊んで、配信台でいっぱい遊んでって、